バシャ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 バどうですかね。まあ、カラクリサーカス、バルブレイブ。いや、待って。筋肉マン。最近ちょっとお前の好きな台ばっか打ってたから。はい。今日はさすがに俺一番だったからさ、モンキーターン行かせてよ。やっぱそうなるんですね。さすがに。マイナ 100K 行かないじゃないですか。行かなくていいんだよ、別に。行かないといけないわけじゃないんだから。じゃあ僕、隣で、見てます。多分モンキー取れないんで。そうだね、その番号だとね。はい、よろしくお願いします。じゃあ行きますよ。レッツゾルビーバシ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 。さあ、オーシャンさん。うん。余裕で取れましたね。余裕。なんて言ったって一番だったから、俺は。今日は行くよ、俺、モンキーターン。モンキーターン満席です。大人気ですよね、ここのお店、ね、モンキーターン。まず埋まりますね。まあ僕は、うん。ちょっとね、取れなかったのか。とりあえず、戦国乙女。隣のね、乙女をね。はい。はい。モンキーターンの良さも見ながら、そうですね。今日はじゃあ実践して。いっちゃいます。ドルフィー10分の1枚目もう10使うの確定してるみたいな言い方やめてもらっていいですか。いやでもな、モンキー使えないんですよね。使うことにもう脳汁出てんじゃん、お前。皆さんもうご存知だと思うんですけど、まあ出て結構経ちますもんね。まあね、簡単に説明すると、はい、まあ、通常時はここの激走ポイントっていうのを貯めてきます。222とか444とか666、まあ、たまに111とかでも来ますが、そこで全長で当てたら AT 行くと。でこの激走ポイントっていうのはリプレイだったりレア役だったりで、はい、あとまあ1ゲーム回すごとに1は絶対たまります。意外とねこのチャンネルでモンキーターン打つの初めてなんだよね。そうなんですよね、うん、オーシャンさん自体はもうほぼ毎回打ってるのに、そう撮影するタイミングがなくて。そうね、まああとモンキー取るなら、うん、やっぱり亀戸店さんがいいってちょっとありましたよね。そうね、ちょっと本当にこのお店さんはマジで頑張ってくれてるんで、モンキーターン、ね、本当にここのお店ちょっと本当に、うん、担当直入に良さが分かんないんですけど、モンキーターンのモンキーの純蔵でしか大のこと見てないんでまあ確かに俺も、はい、荒井大とかの方が、はい、脳汁は確かに出ると思う。あ、はい、脳汁量で言ったら多分そっちの方が上だと思う。ただなんかね、1日打っても疲れないというか、荒井大疲れるでしょ。正直今の時代その荒井大が、うん、荒すぎるんですよね。モンキーもちょっと前の時代なら、うん、マイルドじゃないというか、まだまあそうだよ、うん、昔に比べたら全然マイルドじゃないよこれ動きとかの頃に比べたら6万で済んだならいいんじゃないって。本当だよね。いやそういう時代ですね。ちょっとおかしいよね。ちょっと今ざわざわ言ってるんですが、はい、1周期目は絶対に222ポイント以内に全長来るんで、うん、これはもう絶対に全長は行きます。はい、この演出が多分外れて、うん、流出モードに行くのかな。はい、で流出モード、はい、これが、前兆です。はい、波多野がレースを出る前にどんどん色を上げていくと。はい、黄色じゃまだ不安なんでね、赤まで行きたい。次緑ですか。緑ではないです、赤です。もう次がこの上は、あーこれはきつい。えのきさん来ちゃったんで、あー出ましたね。もういつ何時来てもえのきはもうやばいです、うん、強い。こいつあレア役ですね。これはきついでしょう、うん、あ道具来ましたね。これライバルモード、ここね、このヘルメットの色が変わるんだけど、はい、これ今道具っていうのが来ました。これは次 SG ラッシュ来るとギャンブラー以上のシナリオが選ばれます、優遇されますね、シナリオが。あ激走チャージ、激走ポイントの特化ゾーンです、ね、ここでレア役とか引けると大量上乗せ、うん、プラスここのアイテムみたいのももらえると。あ、熱い。あ、いいですね。お上手。今日来い。弱。はい、50ね。はい、10。でね、この激走チャージ終わった後、ここタッチすると喋るんで、これでいろいろ示唆
この気配は、デフォです、うん、もう1枚目なくなりましたわ。ちょっといい調子、ちょっとなんかいい調子って言うな。10分の2枚目10分の2枚目ね。はい、これもう666超えてるんだけど、はい、まあ、これは持ち越しできるんで、うんうん、ここは無駄にはならないですね。さあここで決めたい、チャンスです。いいよいいよ、チャンスで出てるよ。お、熱い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 、これは熱い、これいったかも。体感何パーですか？体感75%。あ、もうそんなにあるんですね、あの演出に。はい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 、これはいったかもな。赤までいけ。あーあー、え、あー、違う、大丈夫、相手もこいつだし、串田さん。はい、チャンスアップも出て、オッケー。あー、もういった、オッケー、おい、おい、あー、ドルフィー、めっちゃいい音。こうまず準備中を経て、この準備中でレア役引けるとゲーム数いっぱい乗せれるんですが、はい、始まっちゃう。はいね、これです、スエット道具長親父。これね、さっき言ってたギャンブラー以上、はい、だからここより下絶対、うん、黄色から始まってる、だから最強のビーツはないかな。あ、それ以外はまだ全然ある。黄色は 50%だから今この黄色のままだったら2分1と、だからこれ昇格していくんで、だんだん。マジかよ、黄色のままいっちゃったよ。 50% 一か八か。さあこのね、人気のあれで決まってるんですが、ここでプッシュ押すとね、一番人気とかに行ったりするんですが、なしと。4番人気はきつい、ちょっときついね、チャンスアップ次第。はい、カットインは、はい、カットンやり、これでえのきは来ない。はい、でも道具ちきちゃった。もう 50% 俺の中ではない。あ結構きついんだ。だいぶきつい、チャンスアップ出たのに。これはだいぶきつい、チャンスアップ次第。あー、でもこれはいったかな、チャンスアップあるなら。強そうなの出ましたね。 OK、 よかった、50% 取れたと。はい、これ今緑、は 66% あるんで、はい、これなんだろうな、はい、黄色緑を踏まえて、これ全然何でも、でもギャンブラーはないか、ちょっとまだ分かんないな、はい、でも逆襲の手はもうない。ここの予想するとこが結構醍醐味ですね。そうだね、そこも、お、いいよ、うん、はい、弱襲、お、オッケー、銃乗って、ここからライバルが来るとバトルに発展します、はい。お、またチェリー引いた。はい、いっちゃいっちゃいっちゃい。いろ、オーケー、いった。これでバトルと、はい、バトルに勝つといろいろ報酬をもたえるんですが、えのきさん、はい、めちゃくちゃ強いです。強いですね。ただ勝つといい報酬がもらえると、はい、だからチャンスで、ここはどうやって抽選してるかっていうと、もう子役です。はい、ただえのきさんのペラは 15% ぐらい。うーん、レア役引ければ2ゲーム勝負。あー 15% 15%、 あーダメかー、あー復活もない、あーくっそ。はい、このまま、はい、緑で笹川賞、緑は 66% 以上、3番人気だ、3番のちょっとね、ちょっとチャンス、うん、はい、チャンスもない。カットインはない、ない、ちょっときついよ。えのき来たら結構地獄。いや、緑、緑ですよ。えのき、えのき来た。これどうすればいいんですか今。もうレア役引くこと。あ、レア役、もう強レア役、強レア役、もう俺の中で 0% だと思ってるよこれあ、いいよ、いい、チャンスチャンス。そんなこと言ってたらまさかここで、あ、ジャックじゃダメ、弱じゃダメなんですね、弱じゃダメ、強じゃないと。チャンスアップなんもない、まだ、おい、おい、おい、チャンスアップ出てる、チャンスアップ出てる、まさか、これで2勝つかも。おー、カット、やった、
まあ、えのきさんのイメージは本当豪商派って思ってもらえるんですよね。そうね、もう絶望絶望、それを乗り越えました。そう、これはやれる。あれ大下さん、これあれ、あしかも緑よ。ちょっとじゃあ改めてこれ多分、はい、おそらく一般戦の鬼じゃねえかな。だから全部66、あ最後だけ 50% か。ただ66%ね、はい、普通に怖いから。まあそうですよね、ちょっとストックもっと欲しい。さあ何もなく、はい来ました、グラン、あごめんなさい、グランドチャンピオンですね。はい、はい、4番人気、はい、ない、ない。どうだこれ 66%。 さあまずはチャンスアップ、でかい時計、ない。うん、カットインは、カットインはない。うわーこれ怖いんじゃないですか。きつい。ただここはエノキいないんで、あエノキは多分来ない。あそういう見方もある。あガモ、ガモでも一番人気か。普通に負けるね。ちょっとピンチってことですよね。もう結構ピンチ。うわいや何にもねえな。最後頼む、最後最後、あおお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 あのカットインデフォじゃないですよね。ねえ。いや調子いい調子いい。オッケー。はいはいはい。ここ女さん、女さん来たよ。オッケー。今黄色。これ緑に上がるんじゃないか。オッケーオッケーオッケー。やっぱね一般戦の鬼だこれ多分。そうですね。うん、多分そう。緑が多いですね。うん、はい。いいよ。ボートかな。ボートですね。はい。あえこれでバトル、あそっか、多分さっきの降格で、はい、多分ボートで降格入ってたのかな。それでバトルが抽選されてました。で道口、まあ、道口はまあ中間ぐらいかな、はい、勝利期待度も報酬も中間。じゃあ勝ちたい、行きたい。これで3割ぐらい。おお、じゃあもう一回、あーなびないか。これも3割ぐらい。おあーダメかー、くそあー、でもまだ降格いる。今降格、あでももういっちゃうね、いっちゃう。さあ来ましたオーシャンカップ。あーオーシャン池田はオーシャンカップは落とせない、勝ちたい、ぜひ。おお、さすがオーシャン池田、うまくない。 66% 取るのうまくない。はい、567と頑張ればいい。そうね、でさっきのバトル攻略まだ続いてます。はい、大チャンス、なんかいけそう、いけそうな感じはするよね。いけますよ、いけ、頼む頼む頼む。4番人気、ちょっとあえて押さないでいくわ。ああ、うん、いいですね。おい、うわーちょっと行ってほしいですよ。ちょっとマジで行ってほしい。いきなり行かないですか。あチャンス、強調来い、強調来い。あーないか、あーキャットインもない。うわこれエノキクソやばい、エノキ、うわエノキ絶望、やめろ五勝派ナウやめてくれ、うわお前やめろって、絶望の苦労。最後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 、あ ー, あー弱い、これは弱い。いやマジか。ただここでレア役引ければ最後はレア役でいいです。ああでもないね、絶望のナビ。ただ復活するかも。おーおー、しょマジっすか、よっしゃ、これあるぞ。もう100終わったと思いました。これあるぞ、あらららら、らこうなったらもう 66%50% ですよ。そうだね、単純に。いやいけるいけるいける、てかもうストック取ろう、ストック。そうですね、安心したいです。あーなんもないか。はい、やってまいりました全日本選手権。ちょっと遅うかな、あ、ないないか。さあ、チャンスアップ、チャンスアップ来い。ない、ここは一回もない。あー、レイアク引くんすよね。あー、でもボートか。あー、カットインもない。いや、ちょっと王者さん、ここまで行ったら、怖い怖い怖い、ここまで行ったら、ただ、えのきさんはいない。道口、ただ道口一番人気、はい、これは結構強い。あ、ない、あ、ないか、頼む。いやちょっ
っと厳しいですよね。マジかよ。さあそうなったら最後レア聞けばいい。ああるか。復活。うわーもったいない。あただ黒メダル出ましたね。はい、なんですか。こう設定した今日です。ええー、もうちょいだったのにな。いや6ってもったいないですもんね。もったいないね。ブイスト欲しかったな。これが何にもない。これはデモです。ここで今ね出会い区引ければ、うん、モード良かったんですけど次あそこでは抽選もないと。いやちょっと残念。はい輸出モード。でさっきアリサのセリフでこの当該周期 A 敵対度 50% のやつ出たんで、あ 2V1 でここ当たります。ヒーロー赤まで行こう。あ、いいよ、いいよ。これ行ったな。これは多分行ったと思う。いやさすがオーシャンさん。オッケー。はい、あー、はい、あっちっち。はい、ありがとうございます。はい、早い一周決めで当たりました。持ちメダル。持ちメダルです。オーシャンさんが今日はもうこれ以上投資しない。もうこのまま行く。マイナー 100K ファンの皆さんすいません。期待しないでもう俺にマイナー 100K は多分7割マイナー 100K ファンです。すいません、もう今日はマイナー 100K 見れません。絶対行かないからな。はい、そうだ。次はどんなシナリオか。黄色じゃまだ分からんすかね。黄色だからそうだね。上がない、まあ、ここは駆け出し遅咲きはないけど、はい、まあ、あとは最強のビーツもないと、はい、あとは全部可能性あります。はい、ギャンブラーのシナリオもなかなかっすよ、ね、なかなかすごいよねあれも。はい、ボート。あ、いた、オッケー。バトル攻撃行きました。あ、しかもなんか、どうすかこれ。ああ、おい、煽ってる煽ってる。来い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 、バトル来い、バトル来い、バトル来い、来い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 、よし、オッケー。あ、じゃあ、エノキか。いや、でも、エノキか。勝っちゃえばいいじゃないですか。勝てばね、はい、勝てばいい、勝てば。レア役引こう。はい、14%。15% ではさせますよ。あ、いいよ、勝手に出てる。あ、オッケーオッケー、いけるいけるいける。あ、マジで、マジで復活とかないんすか。あ、そうですよね、さすがにですよね。 V ストック以上確定、報酬はでか。あとここでレア役引ければ昇格します。ここでもあるんですね、赤い。あ、レア役はない。普通に V ストックかな。あ、全速モード、全速モード出てきました。上乗せのね。ここは、はい、ペラとレア役で上乗せしていく特化ゾーンです。はい、こういう感じでね、乗っけていくと。ここちょっとね、下手だとね全然ダメなんで。あー、ペラ引けないな。 OK OK。 あれ、ちょっとやれてない。レア役が欲しい。ペラならいい。レア役はない。まあ、ちょっと下手だったかな。はい、35ゲームで、はい、こっからです。バトルの醍醐味は、はい、25% で連戦っていうのに行きます。またバトルが来て、はい、負けるまでバトルが続くと。あー、なかった。あーめー。ただまだバトル降格はある。連戦が 25% で来るって結構です ね。連戦だから、連戦が一番大事。もここでどんだけ行けるか。来いよ来いよ来いよ、いろよ。 OK、 いた。道口、道口は中間、はい、決めたいところ。 30%、33%、ないか。おーおーおー、ブーっていった。狂いましたね。多分これ弱チャンス目かな。おー、うまっ。 OK、 これは確定です。お、上手。なんちゅういい音。はい、あー、出会かない。道口なんでゲーム数かな。ゲーム数、はい、ゲーム数30ゲーム。あ、30ゲーム。ここで連戦。まあ連戦ないか。 50%、 はい、 50% で何番人気ですか。ここ、ね、3番人気。あ、いいんじゃないですか。あ、おー、3番人気。 OKOKOK。 ここ通さないとシナリオ分かんないですもんね。そうね。あー、チャンスない。カット1回。 OK、 OK。 おえのきはない。だいぶいいんじゃないですか。ガモガモ
ダモあーちょっと弱いな大丈夫かないけあじゃあレイクガモナビないないかないね復活あるかあないたっぷり上乗せだけして黄色が出ました高設定した弱ですおずっと出てます、ねまあ、出ることは大事はいいや残念だねオーケー早っまた天国だ当たりが軽い天国天国ないまた高設定した弱当たりは早いのに当たり早いのにね続かないねはいまあこれは、まあはい、モード B 以上期待できるかもってぐらいですタイトルがねジャックで、あ、ジャックチェリーで超罰チャレンジ行きましたね、はい、超罰チャレンジはもうペラと、レア役でもう AT 直撃を抽選しております、まあ、ペラで 10% ぐらい約 10% いやちょっと待ってあ、赤い赤 OK うまい上手 OK はいないあでもまた高設定今日出た今日あるか確かに2回目2回目出たよ今日モキターンモキターンってことねはいいやまた天国大下さんもう刺すしかないんすよやばいねもう出せって言ってるね大がそうですだからもう出せよってもう今日マイナスはないまでないね言い切っていいぐらいよっしゃいけちょっと挙動が良すぎる行こういくらでも待ちたよ、ないあ青はこれは偶数設定したですね偶数設定したいやはいやっぱ7回勝利ってむずいんすねきついね V ストックとかを取れればねうん話違うんだけどなかなか取れない討伐行くかもまた強チャンス目から懲罰自力天国にしましょう仕留めたいはいペラは引けてるんだけどあ下まで処動した当たりますよしお上手はいいやオーシャンさん通常時うまいんだよね通常時 SG は行きまくるね今日ね無理だよラストレイヤクおリプレイです復活はないですねきちいったはい相変わらず早い2周期目ないかないねあ難しいマジで取れ高ないのに終始プラマイゼロってよくわかんないなちょっとせめてマイナ 100K にしてくださいよだったら中途半端だな本当ちょっときついねはいああ復活したマジかいやどんだけ当たるとは思わなかったずーっと SG ラッシュやってるような気がするいやこれはもう単発なのに台がかわいそうね俺が悪いよねもうこれいやそうですよオーシャン池田かいって今思ってますよ お前かい打ってんのみたいなお前かいいけうーんからのあーうわうわえいいケロットトロフィー出た出たちょっとこれやっぱ取りましょうそりゃそうだよこれは取りましょうまあやっぱそりゃそうなんですよねそれはまあそうだよね挙動がそうだったもんいやもうなんかやっぱ周りもそうなんだなと思いますねなんで僕戦国乙女打ったんだろうやっぱモンキーだわここのお店はさあ1万5000枚の表示で、閉店となってしまいましたでも十分ですめちゃくちゃ楽しかったですありがとうございます
いやー、ということでね、オーシャンさんの、モンキータン実践、もうありえない。まあ、限界突破も、すごいですよ、これは本当に。いや、まあ、そうなんだけど、はい。動画どうしたの？動画は、うん、まあ、いろいろありまして、まあ、ちょっと、天田天国さん来てください。ちょっと来て。はい。はい。何があった？落としました。え？落としました？一期当選の時にも言ってたと思うんですけど、うん、カメラ忘れましたって言ったじゃないですか。二代目のカメラを忘れちゃった。大変申し訳ございません。カメラ一台しか忘れてないからね。そうですね。そのみそぎで。そうだね、忘れてたね。あれ忘れたんじゃなくて、なくしてて。なくしてたの？その、うん、モンキーターンの SD カードが入ったままなくしたんで、最後の部分が全く取れてないというか、もう存在しなくなってしまう。マジかよ、お前、おい。申し訳ございません。名古屋のどっかにはあるんですけど。いやもう、もし、なくしたカメラ持ってるって人、もしいたら、編集して出してもらっていいですか？その人のチャンネルでいいんで。いいんで。ちょ、世に出したい。よろしくお願いします。いや、ほんとすいません。まあ、5位以上、審査が出まして、うん、その通り出たっていう感じで。青島 SG がもう一生終わんないのよ。一回駆け抜けて、引き戻し、はいはい、で、また勝って青島切って。しかもその日、青島フリーズ2回来たんですよ、俺。いやー。やばくない ?2 回だよ。ほぼ完走するやつ。そう。で、最後閉店まで打って、最後もう本当にストック8個ぐらい残して、終わったから、あれ多分ね、コンプリートできた。うわ、頑張れば。全然いけた、時間あれば。あんなに悪い展開だったの。そうね、最初ね。ちゃんと撮影、スマホで撮り出してから。撮ってから。その俺も悪いんだけど、ね。撮影してる時からやれよって話だけど。いや、僕は悪い。まあまあまあ。オーシャンさんらしいっす。そうね、確かに。